また傑作なんすよ。そうなんだ。あれ、どうかしました？10代目。いや、あそこにランボとハルが。本当だ。二人で何やってんすかね。ハル、ランボ。このでっけえ食いもんはでかすぎだな。アホ牛の頭よりでっけえ。ほんとほんと、二人ともちょっと欲張りすぎなんじゃないの。今は話しかけないでください。ハルは今真剣モードなんですから。真剣モード。10代目、これって多分あれですよ。店の名物の大食いチャレンジみたいだね。残りあと10分です。ハキハキハキ、もうそんな時間。ランボちゃん頑張ってペースアップです。まだ半分以上も残ってますよ。どうしたランボ、いつものランボらしくないぞ。ですよね。いつものアホ牛だったらこんなもん3秒で食ってやるもんね、ってな調子であっつまに耐えられますもんね。そうそう、ひょっとしてお前体の具合でも悪いんじゃないの。いや、というかっすね。お前本当に本物のアホ牛か。もしかして偽物なんじゃねえだろうな。なんか微妙にいつもと違うっつうか、雰囲気が別物な感じがするんすよね。そう言われればそんな気もするような。
なってねえでさっさと食えよ。おめえが本物のアホ牛ならこのぐれえ楽勝だろ。おお、さすがアホ牛。食いっぷり、やっぱおめえ本物だったみてえだな。残り時間1分。いけるいけるぞランボ。気合い入れろアホ牛。残り30秒。頑張れ、あと30秒だ。ハルも頑張ります。バク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 。残り10秒。9、8、7、6、5。そこまで。やったよランボ。本当に全部食べちゃった。ちょっとだけ見直したぜアホ牛。おめえもやるときはやる男なんだな。ちょっとだって頑張ったんですからね。えランボちゃん、ランボちゃん。お待たせしました。続きましてジャンボお好み焼きでございます。まだ食べる気なの？当然です。このお店の大食いチャレンジは3回戦まであるんですから。1回戦のジャンボパフェをクリアすればタダ、2回戦のジャンボお好みをクリアすると今度は1万円の賞金が出るんです。じゃあ3回戦をクリアするとなんと賞金4万円、総額で5万円になるんですよ。5万円？すっげー。こうなったら何が何でも制覇するっきゃねえぜ。頑張れランボ、5万円だぞ。では準備はよろしいですか？レディーゴー。いただきます。バク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 。おい、さっきの勢いはどうしたんだアホ牛。やっぱりこれ以上は無理。いや、俺が知ってるアホ牛はこの程度じゃ音を上げません。そうだよなアホ牛。いいぞ、その調子で頑張れランボ。よく頑張ったよ。そうっすね、アホ女とアホ牛にしたら上出来っす。ハル、もうダメレース、これ以上